じいさんはいないな。ああ、じいさんの知り合いかい？あの人ならつい今朝方亡くなったよ。戦争の古傷が悪化してね。あのじいさん傭兵だったから。そうだったんだ。ひどいことも散々してきたじいさんだからね。町では嫌われ者だったよ。あんたと釣りの話をしている時のじいさんは楽しそうだ。じいさん病気だったのか。それで急いで釣りの技を教えようとしておったのか。今もまだいるような気がするよ、あのじいさんが。あの老人のことだ。天国でもきっと釣りをしておるだろうよ。ああ、そうだな。いらっしゃい。あの夫婦本当に喧嘩ばっかりね。魔物たちが平原にも現れるようになってから